父親の後を継いで、社長になった一致。彼はこの時、長年会社を蝕んだ腐敗した体制を初めて知ることになる。そして家族と社員のために、残酷で冷酷な改革を行い、最終的に会長である父親から会社の実権を奪い取る。なお、この一致は労働者から見た場合、善人とは言い難い人物である。だが、非常な現実に一致が痛めつけられ、それにもめげず立ち上がり進み続ける姿には、もしかしたら共感してもらえるかもしれない。ブラック会社の最高経営責任者になった、2011年3月頃の話になるんだが、親父の経営する会社の社長を引き継げと打診され、悩みながらも承諾した。今思えば本当によく考えてから行動すればよかった。2010年の12月頃、社員の給料の遅配が起こり、私もなけなしの300万円を役員借り入れ金として補填した。会社がいよいよ倒産しそうなのでは、という危機的状況に陥っているのは薄々ながら感じていたのだが、父親との相談の上引き継ぐこととなった。2011年2月、ついに資金繰りがパンクした。給料が払えないとか言い出す。25日の給料日と、5日の業者支払いの買掛金を遅らすようお前らで交渉しろとか怒鳴り散らす。この時ばかりは自分の父親がすごく惨めで情けないものに感じた。2011年2月、銀行の融資は遅れながらも実行され、支配したもののなんとか立て直しているかのように思えた。そんな折に経営者の交代の打診である。妻に相談すると本当に潰れる寸前だから辞めた方がいいと反対した。私は自分に自投しながらなんとかやってみるよう父親に伝えた。代表取締役就任のスピーチをした。我が社は辞めていく人が本当に多い。50人近い従業員を抱えているにもかかわらず、3年未満が社員の半分を占める。過去の失敗が経験とならずに同じことを繰り返しているといった内容を皮肉を込めて演説した。かなりヤバい匂いが漂う会社だが、同族会社のボンボンである一致は他のことを選択できなかったのかもしれない。だが、こんなものはまだ序の口であると、本格的に経営に携わることで一致は初めて実感する。初めて会計士に監査を見てもらう。説明を受けるがピンとこない。我が社の貸借対照表と損益計算書なるものを初めて見た。経理の女性事務員に聞いても、新社長何も知らないのですねと馬鹿にされる。意味がわからない。うちは年商6億ある会社だと聞いている。月額5000万の売掛は発生しているはずなのに今月の売掛が1700万しかない。あとの3300万円はどこへ行ったのか。なぜエクセルで付けている売掛帳面と会計の報告の売掛、買掛、利益が合わないのかを会計士に尋ねた。すると前年度の売上に前倒しで計上しているので今月の売上であっても計上していないとの回答であった。ますます意味がわからない。そんなやり取りをしていると会長が怒り出した。そんな帳面つけても何も意味がない。大切なことはいつ売掛金が回収できるかと、いつ支払いが発生するかだ。とか言って怒鳴り散らしている。その場で会計士さんは、とりあえず私はこれで終了します、とか言って帰っていった。手元には今月の損益マイナス3000万円とかいう報告書だけが残った。桃鉄じゃねえんだぞ。なんだよマイナス3000万円って。そのまま仕事をサボって本屋に直行した。優しい会計とかいう内容の本と、わかりやすい決算書の見方とかそういった本を購入したと思う。翌年度の発生するであろう売掛金を前年度に組み込む。売掛金と固定資産を水増しする。すごく単純な粉飾決済のやり方だ。しかしながら回収が翌年のため、多額の売掛残が発生する。そして今年度の売上が前年度で計上されているので今年度は消し込みしなくてはいけない。当然計上できない。会長は自分の都合の悪いことを指摘すると騒ぎ出す。何にも会話が進まない。この時点で借入金3億7800万、売上6億、架空計上1億3000万。現預金に至っては当月分の半分もない。月4000万の程度の資金移動があるのだが、預金通帳には2000万円しか残高がない。長期借入金についての明細を事務員から教えてもらった。ていうか代表取締役を引き継ぎするのだからそのあたりのことは自分から伝えるべきだろ。自分の都合の悪いことは全く話さない。ますます先代の会長との確執は深まるばかりだ。19日に社員全員の今月の給料の明細が私の手元に届く。25日は給料日だ。残高を調べる。何度閲覧しても足らない。
どうするんだと会長から尋ねると20日にこれだけ回収予定だから問題ないと返事が返ってきた。とにかく現預金がない。1ヶ月分の内部留保がないのだ。入金が入ってくることを予想して支払いを進める。これはいわゆるザル式経営というやつだ。これの逆はかの有名なダム式経営だ。あたかもダムに注がれる水を貯水していくように金を貯蓄していくという経営方針だ。ザル式経営とダム式経営。語感や言葉は似ているように感じるが中身内容は大幅に異なる。ダム式経営の実践者は1兆円企業に成長させ、経営の神様と称せられるようになる。片やザル式経営の経営者はミジンコみたいなものだ。同じ経営者でも神様とミジンコ、天と地ほどの差がある。社員の退職金積立金まで手をつけている。運用という名目のもと、退職金積立金がそっくりなくなっている。一応退職金積立金用の別口座が存在するのだが、ほぼ残高はゼロに等しい。最近長年に勤め退職した人がいないにもかかわらず、退職金積立の年次会計報告のない会社の退職金積立は信用に値しない。企業年金も同様だ。福利厚生の一環として企業年金を掲げる会社は存在するが、企業年金は破綻していくのではないかと予想している。年功序列と終身雇用、充実した福利厚生と企業年金。こういった会社は、私が還暦を迎える頃、果たしてどの程度存在しているのだろうか。20日には予定通り売掛金が回収できた。私にとっては一安心なんだが、経理、会長にとっては日常茶飯事のようだった。20日着金した金で25日に給料を支払う。私はこの時人生で初めて給料日とはなんと苦痛な日であるのかと思った。非常に興味深い。支援。とにかく自分が無駄だと思えることを紙に書き出しをした。不要な事業、不要な資産、不要だと思われる人材等をだ。一つ一つ着手していくことを決意した。まずは社員が何をしているかを把握する必要がある。すべての PC にウェブログを取れるようにした。ただ単に IE に Google のアカウントを取得し常時ログイン状態にするだけであったのだが、効果はてきめんだった。52歳の課長の PC においてウェブ履歴を確認すると、甲子園、とかいう検索履歴がいっぱいあった。YouTube で高校野球を勤務時間に閲覧していたのだ。そりゃ営業も行かずに売り上げも上がるはずがない。52歳課長を呼びつけ、平社員に降格させた。最初に取り組んだ人事である。するとその人は真面目に業務に取り組んでくれた。私は会社経営において具体的な指示を出すこと、ダブルチェックが必要なんだと改めて認識をした。給料と地位を下げたにもかかわらずむしろよく働いてくれるようになったのだ。金銭だけで人は動くわけではないと感じたのだった。代表就任の遡ること半年ほど前、2010年の8月頃、父親は思いつきでプロジェクトを立ち上げていた。社員はそれぞれにプロジェクトを掛け持ちしておりこなせる状態ではない。皆が無理という中で、新しい人間を連れてくると言い出した。52歳の冴えないおっさんである。せめても若い人材を雇えばいいのに、いつも40代後半とか50代前半とかいっぱい連れてくる。私はうまくいかないだろうと悲観的に考えていたが案の定すぐに頓挫した。入ったばかりの社員とあの社長ではどうしようもない。結局200万ほどの売上と180万の支払いが残り終了した。もちろんプロジェクトに費やした人件費は賄えるはずもない。にもかかわらず、会長は20万円黒字だと言い出す。20万円は限界利益だ。限界利益で固定費を賄えるか損益分岐点に達するかを重要視しなくてはいけない。その後その人はそのまま何もすることなく他の人の手伝いをしたり、誰からも声がかからないと一日パソコンで遊んでいたのだ。会社組織というのは必ずあぶれるというか、どこにも所属しない人間が出てくる。そういった特例を排除する必要がある。組織の中に組み込みをした。見てるからキビキビかけ。とにかく首が回らない。長期借り入れ金の返済が毎月700万近くある。事業の利益は出ているのだから返済はできていくはずだ。なんとかしなくては。なんとかしなくてはと金のことばかり考えていた。このメンテナンス商法って他の会社でもよくあると思うのだが、本当に適当だと思う。設備故障等のクレーム対応は当然動くのだから契約のお客様からあまり疑問の連絡はなかったことも幸いした。請負で契約しているメンテナンス契約の年次点検を今期から半年遅らすことにした。4月からメンテナンス契約をしているお客様に対しては保守点検に入るのだが、毎年4月の点検を10月にといった具合だ。
つまり月額の保全料金という名目でお金をいただいているのだが、点検はいかなくお金はいただく。なんとも詐欺みたいな商売だが今は仕方がない。次に不採算部門の縮小、今稼働しているプロジェクトを最後にすると一方的に顧客に通達した。不採算が合わない以上すぐに撤退することにした。本社業務のプロジェクトにおいてうだつが上がらない人がリーダーでいる。とにかく撤退準備を進めた。弁護士から連絡が来た。社長さんですね。売掛金の未払い金においての連絡ですがといった内容だった。買掛金未払いの裁判があることは知っていたが先代会長に一任していた。相手の弁護士は代表取締役が変更になっていることを知らないみたいだ。とにかく先代会長に連絡し、対応を任せる。昔うちの社員がこんな会社やってられるかと言って、社員と下請け業者を巻き込んで何人か引き連れて独立した。その際に一緒に独立した下請け会社に買掛金を支払いしなかったのだ。買掛金が未払いなんだから普通に考えて手元になければおかしいだろ。それが手元には全くない。裁判は負けること確定しているので、できる限り長引かせてその間に金を工面するよりない。粉飾決算、いい加減な人材管理体制、一致の会社が明らかに非がある訴訟問題、思いのほかぶっ飛んだ問題が山積みになっていることが発覚する中、一致は一歩一歩進み始める。この頃経営に関する本を貪るように読んだ。ゴールデンウィークはほぼ会社にいた。妻には仕事と言っていたが、会社でひたすら本を読んでいた。決算書についてだとか、資金繰りについて、社員のやる気を出す方法だとか、原価計算の仕方だとか、たまたまドラッガーが流行していたので、企業についての顧客の想像とは何かとか、真摯さについて感銘を受けたのはこの時期だ。ちなみにそれの影響あってか会社のフロッピーを廃止した。信じられないことに、我が社には2011年においてもフロッピーでデータをやり取りしている部署があったのだ。けど設計部門である。古い古い Windows 98 の OS の PC にけどソフトが入っており、それを10年以上前から使用していたのだ。おつぼねみたいな40歳の女性が担当しており、前任者から受け継いだ技術を改善することも技術革新することもなく、そのまま20年経っていたみたいなもんだ。技術革新を意識しないと人はいつまでもフロッピーを使用し続ける。これはドラッガーと私自身の経験則から学んだ。会議の席でフロッピー禁止令を通達した。その女性に話を聞くと、会長がこのソフトと PC は、当時250万円ぐらいしたのだから大事に使えと指示されたとのことであった。OS もセブンで、けどソフトも新しく覚えてくれと伝えたのだが、その女性社員は、絶対嫌ですとか言って覚えようともしない。この人はもう無理だと判断し、他の設計の人に最新の PC と最新の OS、最新のけどソフトを渡すから使ってくれと頼んだ。わかりましたと一応聞いてくれたので安心した。ある日顧客から連絡があり、9時に来てくれと連絡があった。営業の人に行ってほしいと打診すると、当然嫌そうな顔をする。仕事から帰ってきて会社が電気消えて真っ暗で、一人で施錠して帰らせるような真似はさせない。私はあなたの帰りを待っておくので今から営業に行ってきてほしいと、会社のお金のチェックをこの頃から毎日するようになった。いくら改善案を進めても一向に現預金がたまらない。長期借入れ金以外にも、リース残務が多数存在している。月額で出ていくものを一つずつ確認していく。酔い腰の金を持たないというか、放慢経営というか、本当にこれで会社経営ができていたなとつくづく呆れる。俺も読んでるから、最後まで書き上げろよ。支援する。うちの会社は高齢者が多い。それもベテラン社員ではなく途中入社の50代とか40代後半で入社2年目とかそんな奴がいっぱいいる。一人ずつ意識合わせをしていく必要があると感じていた。ベクトルを合わせなければいけない。50代の契約社員が2人いた。仮に A さん B さんとしよう。両方とも本当に使えなくどうしようもない状態なのだ。例えば A さんは出勤の朝の時点で明らかに酒臭い時があるのだ。なぜこんな奴を雇っているのだと思うぐらいどうしようもない。ある朝アルコールチェッカーを購入し、これに息を吹きかけろと指示した。すると反応したのだ。愕然とした。今日は帰れと追い払う。その夕方アストリアイズ会社に来いと連絡する。うちの契約社員のくせに、明日は他の仕事入れたから行けないとか言い出した。とにかく開口宣言し辞めさせた。こんな奴に給料を払っていたことがもったいない。うちの会社も年寄りばっかだわ。会長が40代のおっさんばっか採用してるわ。
B さんはフィリピンパブの女の子と結婚を夢見ている。日本人女性と離婚し一人暮らしのところパブにはまってしまったのだという。給料のほとんどを仕送り送金にしているとかで金がない。社員に1000円貸してくれとか金銭トラブルも多い。もちろん仕事はできない。このままでは無理と B さんの上司から打診があり、配置転換を命じた。新規一点頑張ってもらうつもりだった。月曜日からこちらに勤務してくれと命じると B さんはわかりましたという。当日 B さんは体調不良とか言って出勤しなくなった。B さんの家に行くと本人は寝ていた。臭い本当に臭い。夏場に3日ほど風呂に入っていないという。夕方会社に来ていただきたいことを伝えた。夕方になり B さんは辞表を持ってきたので辞めていただくことになった。これで50代の男性契約社員×2人が退職した。会社というものは2人抜けて、うまく回らなくなると考えるかもしれないが、なぜか回るのだ。売上も減るわけでもない。このあたりの仕組みは本当に今でもわからない。その日会計士にじっくり話を聞いた。粉飾の内容について、資産計上している部分において、経営改善について親身に相談に乗ってくれた。役員貸付金ってやつはもっとも経営者がしてはいけないことであると会計士に言われた。役員貸付金とは、平たく言えば役員報酬、括弧給料以外に会社の金を自分の懐に入れている、いわば横領みたいなもんだ。会社の金をカジノに使う社長とか典型例だな。役員貸付金5000万とか見つけた時は本当に父親を丸したくなった。私が大学生の時に住んでいた一人暮らししていたマンションが会社の名義の事務所だったとか、営業者という名目でレクサスのローンが会社負担であったりとか公私混同が甚だしい。ワンマン経営とはこういうもんなのだろうか。役員貸付金って第三者が閲覧できるの？できるならどういう書類で？本人と税務署しかわからんよ。あと融資あるなら銀行。自分の会社の社長に決算書見せてって言ってみるとか。基本的に決算の時には帳簿から一時的に消し込むので、オープンにする決算書には載らないことが多いけど、会計士に損益計算書と貸借対照表を早期に提出するようにせよ、という話を経営の本で読んだのだが、これをどう思いますかと尋ねる。そうですね。基本中の基本です。会計監査は健康診断みたいなものです。毎月健康診断をし、体重が増加していたら是正を図る速やかな努力が必要になります。と返答があった。知っていたのかよ。助言ぐらいしてくれよ。会計士は経営コンサルとはまた違う。たとえ顧客が赤字企業であっても役員貸付金があってもそんなことあまり興味ないのだ。通貨一致のスペック出てる？大卒32歳、入社10年目。妻、息子あり。入社3年から5年の3年間は、うちの元請けで仕事をしていた。銀行の交渉に出る。債務の一本化に進めていく。同じ3000万円の借入金であっても1000万 ×3 本だと多重債務になるが、3000万円 ×1 本になると月額の金利や返済額が楽になる。借入金は額を減らすのも大事だが、本数を減らすことが最も重要なのだ。そして借入金は1次関数を描かない。必ず2次関数を描く。比例関数的に上がっていくのを何としてでも食い止める必要がある。人生で初めて金銭貸借消費契約書に署名捺印をする。4200万円。基本的に借り換えなので真水の部分は200万ほどしかない。真水とは今回で言えば4000万返して、4200万借りるときに発生する差額の部分の現金のことを示す。ここから先もう後には引けない。腹をくくる。銀行の人とも対等に会話できるようになってきた。ただし産業、月締めの貸借対象と損益計算は水増ししているのだが、そのあたりは辻褄を合わせる必要がある。銀行も日常会話の中からこちらからボロが出ることを待っているかの探り合いのような会話をしてくる。ただ銀行は私の経営手腕をやたらと褒めていた。単なるお世辞であることはわかっているので簡単に乗らなかったが、銀行は自己資本比率が高まりましたねとか言ってくる。私はこの自己資本比率という財務指標を当てにするべきではないと考えている。教科書的な経済の数字を解析した書籍には、自己資本比率を高めることが健全な経営だとの記述が多い。これを鵜呑みにすると経営判断を誤る。自己資本比率、わら。先代会長ってのは先代社長で現会長の親父ということなのか。それとも他人で会社のオーナーって意味なのか。よくわからん。先代の社長つまり一致の父親だろ。資産イコール負債プラス純資産。資産における純資産の割合が自己資本比率。
中小企業の純資産は資本金が多額の割合を占めることが多い。この資本金なんてものはこの世の中で一番当てにならない金であるからだ。キャッシュフローオンリー経営の中小企業に資本金なんか今更あるはずもない。資本金なんてものは、ウェブや履歴事項全部証明書に載せる程度の虚像の数字だ。資本金、わら、収容規則についても確認した。我が社の収容規則ってどこにあると事務員に尋ねると見たことないとか言う。総務部長、退職済みの PC のハードに入っているかもとか言う。埃かぶった PC を起動させると、そこには収容規則というフォルダの中に一太郎のファイルがあった。調べると確かに収容規則であった。平成6年から一度も変更がないらしい。人員規定、別紙参照とする。罰則規定、別紙参照とする。勤務規定、別紙参照とする。でこれの別紙は？諦めて最初から作り直すことにした。従業員50名もいて収容規則がない会社なんてあるのか？毎年どっかに収容規則と年間休日のカレンダーを提出するんじゃなかったっけ？サブロク協定は労働基準監督署に提出している。収容規則はある。別紙が見当たらない。前任者の女性が昨年辞めているので、どこかにあると思うがどこにも見つからなかった。たまたまであるが公共工事の入札が落札できた。当然のことながら最低落札価格ではある。1300万。公共事業は前渡し金4割が入ってくる。自転車総業的に資金を回す会社にとってこれは本当に大きい。その事業が儲かる儲からないといったことより目先の前渡し金520万の方が大事だ。法人税の中間納税の督促が来た。前期決算で黒字決算をしているため当然ながら中間納税をしていかねばならない。しかし納めるべきキャッシュはほとんどない。銀行から融資を受ける。税金を納めるために短期借入金をする。本末転倒だ。去年に補填した300万円は、役員借入金から出資金として処理することとなった。資本金増資をするということは、私には 100% 返ってこないということだ。パンフレットやウェブにおいて、企業の歴史沿革という項目に記載されている、役員変更、資本金増資とか書かれている年月は、何らかのトラブルが発生していることが多い。役員変更は人事的なトラブルをマイルドに柔らかく表現している。内情は権力闘争かあるいは取締役解任かといったところ、資本金増資は金銭的なトラブルをマイルドに柔らかく表現している。大々金融機関から外部調達ができなくなり、出資金を募り自己資金を調達してくること自体が資金繰りに困惑していることを表す。問題が山積みの中、ついに株主総会が開催される。そしてここで決まったことは、会社と家族の命運を大きく左右することになる。株主総会が開かれることになった。ちなみに株式会社なの？そりゃそうだ。株主総会も毎年開催している。私が 40%、会長、かっこ父親 40%、母親 10%、妻 10%。構成比率はこんなもの。まさに同族経営。開催場所は実家。参加者は会長と私と妻と母ちゃん。株主総会という名目の親子会議だ。実家は犬屋敷で犬が6匹いる。男の子ばっかり6匹。久々に実家に帰ると犬が顔をねぶってくる。そんな中で株主総会開催だ。実家に帰ると必ずすき焼きになる。ビール飲みながら親父と会社の話をする。親父と酒を飲みながら話をすることは久々だ。人事評価を公正にしてほしいといったことや、資金繰りの改善について要望だ。粉飾決算を正していけ。人間として正不正の判断基準を持ってほしい。あたかも酒を飲みながら親父に説教しているかのようだった。親父はお前の好きなようにしていけばよい。バックアップはするとか言ってうなずいてくれた。決算は未だ粉飾しているが大幅に改善できた。長期借入金にしても減ったし役員貸付金も増加せず、減少しているし、売掛金に水増しも大幅改善できた。いつかは社員にも見せられるようにしたいし、上場はする予定はないが、ウェブにも載せるようにしたらどうかとか夢を描いた。親父は酔いながらうんうんとうなずいていた。親父は還暦を迎え、私も子供ができ、随分と月日が経過した。我が家の犬も随分と年を取った。水郷がてら近くの河川敷まで散歩しに行く。全員は連れていけないので2匹選ぶ。結構酩酊していたので母親から心配される。あまり酒は飲める方ではない。千鳥足で散歩に出かける。実家の周辺を散歩するといつも学生時代の自分を思い出す。
私の実家は私にとっては居心地のいい世界であっても、妻にとっては大魔境らしい。散歩から帰るとすでに帰る準備をしていた。帰りの車の中で妻に言われる。今日株主総会だったのではないの？と。名目はそうだがそんなことは大した問題ではない。野暮ったい質問しなくていいよと返す。父の、お前の好きにすればいい。この時、会長はもうあのことを腹に決めていたのかもしれない。ここまで見た方は、一致の父のことを無能なとんでもない奴だと思ったかもしれない。そんなことはない。経営者としての力はある。これからそれがわかるエピソードを紹介することになる。そして一致も経営者として冷酷に覚醒していく。このあたりから徐々に資金繰りについて改善されてきた。長期借り入れ金は3億4000万ほどになる。本数も17本から12本になった。月額返済700万ほどあったのが480万になった。ただ単に先延ばししているだけではあるが、1年で3000万返せば10年で返せるようになるだろう。楽観的に考えるようになった。厚生年金の滞納分も清算できた。まともな会社になりつつある。この頃商売において値引きが必要な相手と、値上げしても気づかれない相手がいることに気がついた。同じ商品でも客が違うと価格を変えて売ることにした。今まで一定の値引きだったのだが、客によって値引き率を変えたのだ。値決めは経営の根幹にある重要なことだ。もちろんぼったくりとかではない。たまたまだが求人の連絡が来た。28歳で他の会社で似たような経験があると履歴書には書いてある。本人の写真も結構イケメンだ。すぐに面接の連絡をする。高校卒業後バンドをしていたがうまくいかずパチ屋でバイトしていたそうだ。25歳で3年ほど前からうちの職種の仕事をしていたそうだ。経験あるなら採用しよう。顔はザーボンさんに似ているのでイカザーボンさんとする。先ほどのフロッピー女をどうしても追い払いたかった。ヒス女というか特定の人間だけ仲良くして他の人間とは全く話をしないタイプの女性だからだ。これは私の経験則だが、会社の机の引き出しの中にお菓子がたくさんというか、お菓子しか入っていない女の人は仕事ができない人が多い。フロッピー女の行動に制限をかけたのだ。そして自分しかできないと思い込んでいるところを別に他の人でもできるという認識を持たす。こんな感じかな。意図的に仕事をさせないようにした。フロッピーは、もうやめたいです。すかさずでは退職届を突きつけた。私、これに署名捺印してくれ。最初からそういうつもりだったのですね。言っている意味がわからんが、辞めたいのならば手続きが必要だから。会社において自主退職か会社都合解雇であるかは大きく異なる。そのため辞めていただく社員はすべて退職届を記述していただいている。だから我が社において労使問題は発生したことはないということになる。A は解雇したように書かれてるけど、B の時は自主になってたけど。両方とも契約社員なんで契約打ち切り。半年更新。A さんはこちらから打ち切り。B さんは自主的に願い出た。仕事をサボりまくりの52歳おっさんにはチャンスを与えたのに、フロッピー女はすぐ退職に追い込んだんだな。52歳おっさん、配置転換したら退職願い持ってきた。フロッピー女、新ソフトの使用拒否ったので、新人採用して干したら退職申し出た。一応フロッピー女にもチャンスはあった。社員の一人が辞めたいと辞表を持ってきた。C さんとする。年齢も近く明るい人だったのだが、自主的に辞めたいと言い出してきた。なんとか猶予をしたのだが決心をしたみたいだ。業界狭いし他で誘われたのかと尋ねる。しかし次の就職先はまだ決めていないという。送別会を開くことになった。みんなで少しずつお金を出し、安い居酒屋だがみんなで見送った。その時に私は次の職場でも頑張ってほしい。応援してますと言って見送った。翌月 C さんは我が社の元請け会社に在籍していた。引き抜きっぽいことはなんとなく感じていたが、こんな身近な場所で遭遇するとは。本人も気まずくないのか？社長お久しぶりですとかしらじらしく話しかけてくる。なんだかバカにされているみたいだ。だがお客さんの社員なので邪険にもできない。会長の耳に入ったのだろう。単独でお客のところに乗り込んでいった。うちの社員を引き抜くとは何事かとかすごい剣幕で怒鳴り散らす。経営者とはこうあるべきかと、客相手に怒鳴り散らす会長に少し感心をしたものだ。結局ヘッドハンティングされたのに、C さんは会長の妨害にあって離職した。みんなの前で次の職場でも頑張ってくださいと言った私の面目は丸つぶれだ。社長なんて安易にやるもんじゃないな。挑戦も大事だが。一生懸命に仕事をしてくれる人も多いが、
その一方で私のやり方に反発している人も多い。この頃いわば会長についていく会長派と、社長派みたいな感じがはっきり出てきた。向こうの方が羽振りもいいし見ななびくことも多い。私には頼りにしている統括本部長がいる。私の右腕なので以下右部長とする。会長プラス顧問、VS、私プラス右部長みたいな縮図だ。会長が新事務所を開設するとか言い出した。あんたよこの間給料の遅配があったのを覚えていないのか？喉元すぎればって感じだ。72歳の顧問は会長の言う通りだ。今投資する時期だとか言っている。ダメだこいつら。何もわかっていない。目の上のタンコブである顧問の排除を誓った。要するに会長は暇になったのだ。もともと営業はほとんど私が指示していたし、資金繰りがある程度改善されたので奔走する必要もない。社長室は私が占領している。自分は応接室の一部を改装して会長室とか言って孤独にしている。同じ社内にいるのが嫌だったのでないだろうか。その一週間後には本社から車で30分ぐらいのところに事務所を勝手に借りて新たな事業を開設していた。事務所を借りているだけで商売は何かしているわけではない。ほんと何がしたいのかわからない。何せ代表者が二人いるものだから意見が絶えず衝突する。そこで私の指示系統ではなく勝手に横槍が入る。それの繰り返しだ。例えば72歳の顧問とやらがいるのだが、本当に何もしないし遅刻も多い。直出直勤も多い。月に2度も3度も遅刻してくるような人間は風紀上よろしくない。さっさと打ち切るべきと言っているのだが会長は執拗に反対する。それに事業部長も同意する。事業部長は会長の言いなりみたいなもんだ。顧問が辞めれば次はとばっちりが自分に来ることがわかっているため顧問にいてほしいだけなのだ。にもかかわらず顧問にはいてほしいと。自分の意見に同意してもらえるため、私だけが反対ししているみたいになる。しかも顧問にはすごい人脈の持ち主でまだ隠された潜在能力があるとか言い出す。だったらかりんとうにでも登っておけよ。自分の意見を押し通し打ち切るよう理解していただいた。勝手に融資の話を銀行としだした。新しい事務所を開設するのに対してだ。銀行から私に連絡が来た。土地建物を購入するのですねと言った内容だ。おいおい借りるのではなく買うのかよ。銀行も融資しますとか言ってくる。6000万ほどだ。経営改善したこともあり、銀行に再び融資しますとそそのかされる。せっかく3億2000万ほどになっていたのに、また3億8000万に振り出しに戻るって感じだ。固定費はできる限り変動を聞かせよ。固定資産の増加は固定負債の増加につながり経営を圧迫するという、教科書の基本中の基本がなぜ理解できないのだろうか。返済できる根拠が全くない。自社ビルは買うな。間違いなく賃貸がいい。固定資産はできる限り持たない方がいい。土地は焼却できないし、建物は原価焼却と経費に変わるのは時間がかかりすぎる。当然ながら固定資産税もかかる。代表取締役社長と代表取締役会長がいるの。そういうこと。代表権を持つ会長と社長がいるとろくなことが起きない。これは後で気がついたが、会長は裁判で負けることを分かっていたので、裁判費用を捻出するためにも融資を受けていたのだ。設備投資という名目で設備投資資金調達して、土地を買うことと裁判を清算することをしていた。12月頃判例が出た。うちは注文書通りに金額を本来支払うべきだが、その6割で和解することで双方同意した。本来完成品を納品してもらっているのだが未完成で、金銭対価の価値がないとか難癖つけて6割にした。私はどちらにせよ支払う必要があるのだから、早急に謝罪と金銭の支払いした方がいいと思っていた。早期解決を図るべきだと意見が対立していた。しかし違うのだ。この件については会長が正しかった。自分が不利な民事、裁判はできる限り長期化させていった方がいい。会長のやり方には目から鱗って感じだ。これまた感心した。こちらの買掛金の未払いは、当然のことながら訴訟相手にとっては売掛金の回収になる。そのためできる限り焦げついた売掛金を回収をしたい。そしてそれは、できる限り、多額、ではない。できる限り、早期、だ。民事に言及すれば司法は必ず和解を勧告してくる。必ずだ。早期回収をしたいがため相手から妥協してくるようになるのだ。このあたりは我慢比べになる。例えるならば海に飛び込んで先に息継ぎのための顔を出した方が負けみたいな感じだろうか。訴訟相手を X 社とする。訴訟相手は X 社の D 氏。D
X 社の代表はうちの元社員 E 氏、幹部にもまたうちの元社員 F 氏で構成されていた。我が社が資金繰りで苦しむように相手もまた資金繰りで苦しんでいるのだ。相手は設立間もなく母体が小さい。X 社もまた内部亀裂が生じて崩壊寸前であったのだ。元社員 F 氏はすでに解任され、D 氏も売りかけ金回収のち退職する予定であったのだ。こちらは同族、相手は赤の他人の3人。先に崩壊するのは相手であるのは目に見えている。ことわざでもよく聞く話だ。3人よれば右往の衆。自分が不利な民事はできる限り泥沼化させること。こちらに非があっても謝罪をする必要はない。むしろ謝罪をしてはいけない。米国合理主義的な考え方が必要だ。これも民事経験者なら共感してくれると思う。司法判断に委ね従う以上我が社に何の落ち度はない。ごねとくってやつか。会長は事務所を新しく買い、まるで我が家のように住み始めた。新しく雇った社員と会長を慕ってた人物と合計3人で別の事業を始めることになった。私は私で本社で仕事をするようになった。会長が出勤場所が変わったおかげで顧問が何もしなくなった。今までは月例会議にも参加していたが、それも会長が不参加になったら顧問も会議参加しなくなった。せっかく長期借り入れ金の返済が順調に進んできた中でまた負債が増えた。私は自分がやってきたという自負もあり、勝手なことをする会長とますます意見が対立するようになってきた。ある日顧問が遅刻してくる。私は周りに人がいる中で大声で怒鳴った。代表とはいえ32歳の人間が70過ぎたじいさんを叱りつける。自分の不満を八つ当たりしていたようにも思える。新しい事業所へ会長が移ってしまったこともあり、ある程度私の自由が利くようになってきたのだ。年末最後の会議を開く。新しく打診のあった顧客とプロジェクトについて説明する。幹部の連中は無理と言い出す。仕事を受けすぎだ。もうできないと。会長が会議に参加してた頃はそんな意見は出たことなかった。明らかに私の指揮命令下において反発を招いている。七光が剥げると何もできないのか私は。違うそんなことはない。私は先代と違う。皆のため、会社のため尽くしているのに。どこかで自分の行動が空回りしている。年末の大掃除の前日、誰が大掃除をするかを社員が話し合っていた。伝統的に一番始末書を書いた人間がトイレ掃除をするのだが、それが誰かで雑談していた。そんな雑談しなくていい。私がすると断言した。トイレ掃除は社長の仕事だ。のんびりと妻と子供と正月を過ごした。今まで妻と過ごす休日であっても、心ここにあらずといった感じであった。正月三が日は会社のことを考えるのをやめた。そうしたら自然と妻と接することができるようになった。妻が話をする。息子が今日はどれだけ寝たのか、何を食べたのかと。今までは、返事を返してよ、とか、聞いてるの?とか言われていたが、あまり言われなくなったような気もする。あくまでも私の中だけであるが。こうして、一致の激動の一年は終了した。しかし、年明け早々に再び対処しなければならない事態に遭遇する。年賀状を社員皆全員に出したのだが一名だけ宛先不明で帰ってきた。その人をじいさんとする。なぜ住所に届かないのだろう。自宅から車で1時間もかからないので、ドライブがてら行ってみることにする。会社で登録していた住所にはじいさんの家はなかった。だったら交通費を不正受給しているのじゃないのか?じいさんの心配よりそちらの方が頭に浮かんだ。先ほどのじいさんだが年明け早々に呼び出しヒアリングをする。年賀状が宛先不明で返却された。今どこから通っているのか、もし変更ならば交通費を修正する必要がある。じいさんは個人情報保護とプライバシーの問題なので自宅を教える気はないとか言い出す。口論になる。教えられないというのはおかしい。緊急連絡先にしても、自宅住所の登録はプライバシーに当たらないだろ。しかし頑として教えてくれなかった。とにかく住民票なり所在の証明できるものがないと、今後交通費は出さないと一方的に通告した。明日もう一度話し合いをしてみよう。別に辞めさせたいわけでは全くない。不正を正して頑張るようしてほしい。いつぞやの52歳課長と同じく真面目に勤めるようになってほしい。ただそれだけだ。翌日じいさんは仕事をバックレた。来なくなった。3日経つ。郵便が届く。内容証明の通知だ。退職届が入っていた。なぜこんなことになるのだろう。口論になって相手の気分を悪くしたのは確かだが、私に非があったのであろうか? 3
先に述べた通り、このあたりから社内で一致に対して、不穏な目線と空気が充満するようになる。だが、苦難はこれで終わらない。そう、一致の父は相変わらずの安定ぶりだったからである。正月最初の出勤日に事業計画を皆の前で発表した。数値目標を持って皆が高い目標を持って仕事をしていってほしいと語る。うちは電気通信業及び電気工事業なのだが、会長はいきなり太陽光発電を商品にすると買い出した。私の事業計画を発表したすぐにだ。言う前に相談報告ぐらいあってもいいだろ。計画が丸つぶれである。計画というより面目もだ。太陽光ってやつは節電目的ではないんだ。一つは投機目的。もう一つは節税対策なんだ。当初電気代が安くなると言って営業していたのだがそうではない。グリーン投資減税といって1年で焼却できる商品でとても税制上優遇されている。企業が太陽光に出資する目的は節電ではなく節税目的が多い。個人でやるやつは訪問販売に騙されたか、あるいは本気で節電できると信じている人かだ。太陽光なんて差別化効かない事業に突っ込んだところで。今時太陽光とか地雷原に裸で全速疾走するレベル。会長は会長で、独自のコネと営業力で太陽光発電設備の仕事を受注してきたのだ。営業力はやはりある。そこは認めざるを得なかった。その一方、私が12月に受注してきて無理やり社員にこなさせた案件は大失敗になった。確かに安請け合いで受注してきた仕事ではあるが、こんなにも赤字になるとは予想できなかった。会社の内部留保は相変わらずほとんどない。土地建物を買ったおかげでむしろひどくなった。ほんの些細な失敗が命取りになる。ギリギリの綱渡り状態だ。無論今に始まったことではないが、19日従業員の給料の明細を見る。銀行残高を見る。当然ながら全然足らない。20日の回収金額を見る。20日これだけ着金予定があれば、別に25日の給料は問題ないな。慣れというか金銭感覚はすぐ麻痺する。満月層が必要だ。そんな中で不動産取得税の通告が来た。来月末までの支払いだ。本社に届いたので会長に通知する。会長はお前の売り上げが少ないから金がない。払えないとか言う。なんだそや。そや不動産売買したらその後に税金ぐらい来るだろ。宅地取引の基本だろ。土地建物取得の設備投資で取得した銀行融資はあっという間に使い果たしていた。どうやら不動産取得税は考えてなかったみたいだ。どうやったら6000万も使い果たすことができるのだ。会長のワイルドさ。スリーブレスのジージャン着てそう。親父クズすぎわろた。半年ぐらいは毎月きちんと納付していた厚生年金の支払いを止める。買いかけや銀行返済の支払いなどより厚生年金が一番止めやすい。ただ厚生年金滞納は例えるならばマリファナみたいなもので、一度やり出すとやめられなくなる。まあ長期借り入れ金も例えるならばマリファナではあるが、リスケもマリファナかも。やったことないけど、そしてこの時初めて離反者が出てくる。私に対してだ。社長の考えていることがわからないと。会長と社長で意見が違いすぎる。リーダーシップなさすぎと。そしてあなたは人を見下しすぎだと。人を見下しすぎ？私が？これはあれかな？俺がなんとかしなきゃって思いが強すぎて、社員からしてみれば、俺がなんとかしなきゃ、お前らに任せられない、お前らの判断力は俺より下だ。という風に受け取られたのかな。つうか、目的のための手段や経過を説明せずに指示してっからじゃねえの。これまでの会長の経営者としての負債を、4年に満たない社歴の社員が背負わされるのは温度差しか生まれないだろう。自分の部下として人材が欲しいと思った。新たな人材を求めてハローワークへ行くことにした。せっかくだから給食をしたいふりをして求人を求めに行く。係員の人に話しかける。ハローワーク始めてきたのですけど、どうもシステムがわからなくて。今年32歳になります。実際初めて訪問する。初めて？はい。じゃあこれ書いて。いや、そうじゃなくて。何しに来たの？私は電気通信業の会社を経営するものですがこの度求人の相談に来ました。これが弊社のパンフレットです。よろしくお願いいたします。応接間に連れて行かれる。コーヒー出てきた。角砂糖好きなだけ使ってくださいと言われる。そんなにいらない。もみ手で話しかけてくる。さっきと全く違う対応の仕方だ。同じ人なのに、就職斡旋してくれるとの約束をしてくれた。経営者自らがハローワークの担当者とは仲良くなっておいた方がいい。
積極的に人材推薦してくれるようになる。すぐに履歴書、職務経歴書が届いた。27歳の人だ。早速面接をする。はじめまして、芸大出身。俳優志望で25歳まで劇団員をしていたそうだ。劇団員はセリフや演技の評価が求められるのではない、チケットをさばく営業力があることが大切なのだそうだ。なるほど。劇団員では生活ができるはずもなく就職を目指した。辞めるきっかけは狭いサークルの中で付き合った別れた晴れた惚れたという人間関係が嫌になった。劇団員は交際している同僚女性に二股をかけられる運命にあるそうだ。なるほど。なんだか面白そうな人だったので採用した。採用基準はネアカかネクラかだけで決めているような気もする。基本的にネアカの人を集めていくと職場全体が明るい雰囲気になる。能力や熱意も大事だけど人生において考え方が前向きな人ほど結果を残すことになると思う。会社顧問がようやく退職した。追い出したくて仕方がなかったのだが、本当に長かった。顧問の貸与端末の履歴データを確認する。ミュージカル公演の履歴ばかりだ。おそらく勤務時間中にミュージカルを見に行っていた。絶対にだ。社員たちの人心が離れる中、なんとか立て直そうと一致は死に物狂いだった。しかし、現実は残酷だった。再び危機的状況になる。どう考えても25日の給料日までに金が足らない。私の本業の方もうまくいってないし、会長のところも全くだ。私の役員報酬は今月なしだ。それだけでもまだまだ足りない。会長は500万調達してきた。母ちゃんの生命保険を解約してきたそうだ。25日の給料が終われば、月末の生姜市の返済だ。これは月末入金の金でなんとか処理できる。次は次月5日の買掛金だ。妻に相談する。妻はこれが我が家の本当に最後のお金と言い、タンスから300万円出してきた。なぜタンスの中から金が出てくるのだ。個人財産から300万円ほど補填する。役員借入金300万。しかし貸付金はしばらく返ってきそうにない。再び最終的に出資金処理することにでもなるような気がする。資本金処理するということは 100% 返ってこない。資本金、わら、社員の皆様からお手紙をいただく。私への通知簿だそうだ。自分の PC が欲しい。資格手当や資格に対してのバックアップが欲しい。社長の言動にブレが多すぎる。いつも金がない金がないと不安にさせる。すぐに逃げる。会長と対話しない。偉そうに物を語る。ボーナスがない。昇給しない。給料安い。休日出勤が多すぎる。社長夫人は午前中しか働いていない。社長だけ給料高すぎる。会社の借金が減って喜んでいるが、そんなこと社員には関係ない。散々書かれた。人件費の抑制と借入金を返済し、財務体質を改善することは経営の最も最重要課題なのに誰も理解してくれていない。今は自分への批判をじっくり読めるほどの精神的状態ではない。実のところ私はこんなにも社員に嫌われていたのか。社員からのお手紙をいただいた時は本当にへこんだ。反省する。あまり口やかましく言わないようにした方がいいかも。この間銀行と話をしていた会話の内容を思い出す。中小企業に年商はあまり関係ない。月商いくらかだけが大事なのだと。確かにロードレーサーならではの発想だ。大事なのはいつ売掛金が回収できるかと、いつ支払いが発生するかだけでいいと。これぐらい思ってるって。従業員っていうのはそういうもん。他に経営者の知り合いはいなかったのか。もちろん親父以外で。このスレ見てると一致の努力は社員に伝わってないと思うよ。二代目のボンボンのくせに独善的な独裁者って印象ばかり伝わってくる。確かに一致の思いは独善だったのかもしれない。だが、母の生命保険を解約して社員の給料に当てている。独善だとしてもここまで社員のことを思えたら立派だと私は思う。ただ、そのようなことは社員には見えないだろう。独善的であったが少しずつ社員も代替わりしていることを認識してくれている。年代も近い人が多いので、頻繁に会社帰りに飲みに行きましょうとか言われるようになった。私の金をたかっているだけなんだろうがね。今までは辞める社員の送別会に社長には来てほしくないとか言われていた。なぜか社員の態度急変。全く理解できないし違和感半端ない。まあここに書かれてる以外にも頑張ったのかもな。社長に飲みに行こうって言えるだけいい環境だよ。うちの会社の社長もそんなに年が離れてるわけではないが、飲みに行こうなんてもうとう思わない。社長の金で飲みたいなんて思わないしな。この後野菜中にも何かあったのだろう。だが、
全部にちゃんにかけるわけなどない。社員から見て本当にブラック？ブラックというのは経営じゃなく仕事内容、社内環境とかのことだけど。このあたり経営者と労働者の違いかな。あんまりブラックじゃないって意見多かったような気もする。あんまり書くと労基違反になる仕掛けないけど、サービス残業とか休日出勤とかかなり多いよ。経営者がブラック会社辞任することはまずないよな。社員や外部から客観的に見てブラックって話だから。お前の年収ここ5年分。債務超過にならないよう毎年出資金を自己資金で出しているので実質的な年収は540万ぐらいかもしれない。税金は840万円分取られるけど。社員の年齢構成は？平均年齢38歳ぐらい。平均雇用年数は4年弱。移り変わりが激しいのはどこも一緒かも。終身雇用なんて聞いたことがない。経営コンサルは5年計画やら作ってビジョンをとか題目を唱えるが、最初の3ヶ月で頓挫する。5年計画のビジョンを描ける経営者は上場し、次の階段に登っていくのだろうな。上場企業は 1% ってことだから、単純に経営者の100人のうち1人ぐらいの割合であろうか。私には今のところできそうにない。ただひたすら資金を調達し返済する。それが中小企業ってものだ。今年の3月で2年目になる。相変わらず厳しい状況であるがこれからも頑張っていきたい。最後に私の経験則だが親子で一緒の商売はするとろくなことにならないね。後書き。この物語は架空の話か、実話なのかという問い合わせをいただく。あくまでも私の経験則に基づいた物語ではあるが、記憶が曖昧な部分もあり多少の誇張は混じっている可能性はある。時系列も多少の変更はしている。これはあくまでも経営者である、私の視点から語られた物語。であるため妻の視点、父親の視点、特に従業員の視点では全く違う話になる。自分が美化されている。これは了承していただきたい。長い時間ご清聴ありがとうございました。書きたいことはとりあえず全て書きました。これにて終了です。全部見せてもらったけど面白いわ。経営者の視点ってあんま触れないもんな。最後まで頑張れ。やはり予想通り落ちなく終わったか。とりあえずオツ。あんまり自分をかっこよくも書いてないし色々伝わるものがあった。親父の事業のその後が気になる。いろいろ難癖つけたけど、面白かったお。ここ数週間で F5 したのは、このスレだけだお。実際の会社経営には、半沢直樹や下町ロケットのようなスカッとや感動はない。まるでアウトレイジのような全員悪人の泥臭い世界である。ただそんな世界の中で我々は生き、今日も給料をもらい続けている。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん、イッチとそのチッチとその会社のことをどう思いましたか？ぜひコメントに感想を書いていただきたいです。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。